長井豪の漫画作品。1971年に、週刊僕らマガジン連載。同志の休刊により連載は打ち切られ、未完となるが、その神と悪魔の立場を逆転させた視点は、後年の長井の代表作、デビルマンに発展した。1994年には風和が名作画による、真、魔王、ダンテ観光。また、原作版、デビルマンレディにも、 魔王ダンテが登場する。2002年には月刊マガジン Z に長井自身による同題のリメイク作品の連載を開始し完結を迎えている。同年にはそれを元にした全13話のアニメ魔王ダンテが ATX で放送された。高校生、宇津木亮は登山中氷に閉じ込められていた巨大な悪魔魔王ダンテを復活させるが、その餌食とされる。 しかしそれに対する寮の怒りは凄まじく、逆に、ダンテの体を乗っ取ってしまう。平凡な生活に戻り、自身の存在に悩む寮だが、現代社会に隠れ住む悪魔を敷いてあげる、神の教えを守る、者たちへ疑問を持つようになる。そして、悪魔、メドスサによって、悪魔と呼ばれる者たちの事実を知らされる。超古代、恐竜の生息する地球で平和に繁栄していた。 先住人類の町ソドムに宇宙から神と名乗る不定形エネルギー生命体が開い自分たちの入れ物としての人間の肉体を要求した。そしてそれを断った先住人類に対し神はその分身であるゴズバトなどに人間の個体をバラバラにして生かす統括地獄などあらゆる地獄を発生させて人類を殺戮する。 それに対抗した科学者、ダンテは自分が発明した飛行兵器で神にどもうとするが、神の分身、そして偶然言い合わせた欲竜、ティラノサウルスに襲われ、死にかかるが、神を倒すまでは死ねないという怒りが、兵器、神、欲竜、ティラノサウルスなどと合体し巨大な悪魔、ダンテが誕生する。そして同様の合体現象が次々と起こり、悪魔が続々と誕生。 神は方法を変え、ゴモラを洪水で滅ぼし、世界各地に生息していた類人猿に分散規制し、彼らを現在の人類として進化させ、神の敵として悪魔を殺し続けてきたのだ。しかし現代、すでに神は、その記憶とともに力の大部分を失い、悪魔の方が優勢となっていた。記憶を取り戻した断定コール量のもとに続々と生き残っていた。 悪魔たちが集結してくる。自分たちの敵である神イコール人類を滅ぼす時期が来たのだ。ダンテは世界中の悪魔に向かって叫んだ。恋魔王ダンテと共に、僕らマガジン版をベースに風は我が民が作画を担当したリメイク作品。リード社のコミック恐怖の館デラックスにて連載された。独自の設定として、ソドム人やゴモラ人が、 外宇宙からの移民者とされていたり、掲載主からか、BL 的なキャラクター相関図も描かれたが、後のマガジン Z 版より前に発表されて、ハッピーエンドで完結している。地獄のコキュートスに凍っていた、デビルマン世界での魔王ゼノンは、顔の一部が、地上に、ビーストとして、分離活動していた。そのビースト軍団に誘惑された、うつきりは、地獄門を通り、地獄で、 魔王ゼノンの肉体と合体、魔王ダンテとして地上に出現。当初はゼノンの意識を抑え込んで自我を保っていたダンテだが、最終的にはゼノンの意識の中に溶け込む。その後分離していたビーストと合体し、魔王ゼノンとして復活する。僕らマガジン版をベースにして、サタンなど、後に悪魔となるダンテの友人たちのキャラクターが増えた。他、ダンテの妹が登場。 転生後も、両の妹となり、神の側についた彼女との宿命的戦いがテーマとなる。最終決戦に至り完結し、ハッピーエンドとも、バッドエンドとも取れる終わり方になっている。共通の主要人物共通の悪魔側人物主要、サタニスと共通の神側人物共通のその他の人物平成版の主要人物平成版の、 悪魔側人物平成版の上川人物アニメ版の上川人物悪魔4天皇。ありがとうございます。